馬赤月天は、中華人民共和国の軍人。中国共産党、第十八期中央委員会委員、党中央軍事委員会委員、国家中央軍事委員会委員、中国人民解放軍空軍司令員。階級は、空軍上昇。1949年8月下南省方形し、義州まで。父は、馬はじめ行、学府が、長将か中将。 1965年に中国人民解放軍に入隊し、空軍部隊を中心に経歴を重ねる。1972年1月、空軍航空兵24師団72連隊に所属。1983年5月、空軍航空兵副師団長に任命。1988年、空軍上校に昇格。1993年5月より、 国防大学に勤務する。1994年4月、空軍中軍参謀長に任命。1995年、空軍少将に昇格。1997年3月、空軍副参謀長。1998年8月、甲州軍区空軍参謀長。1999年6月、蘭州軍区副司令員兼並びに、軍区空軍司令員。 2000年、空軍中将に昇格。2001年1月、南京軍区副司令員並びに、軍区空軍司令員に任命される。2002年11月14日、第16回党大会において、党中央委員に選出。2003年7月、空軍副司令員。2006年8月、国防大学校長。2007年9月、人民解放軍副総参謀長に任命。 同年10月21日には、第17回党大会において、党中央委員に選出された。2008年6月より、対台,台湾工作指導省組メンバーを兼ねる。2009年6月28日、空軍上昇に昇格。国際会議にも頻繁に出席し、軍の外相の異名を持つことが報じられた。また、北朝鮮の核実験に反対を表明したことがある。 2012年10月、空軍司令員に任命。同年11月の第18期党大会において、党中央委員会委員、党中央軍事委員会委員に選出された。翌2013年3月15日、第12期全国人民代表大会第1回会議において、中華人民共和国中央軍事委員会委員に選出。ありがとうございます。